こんにちは、未来です。今回はですね、私のシミ取りレーザーの最終経過報告やっていきたいと思います。今回でね、最後にしたいと思います。たくさんね、リクエストいただいていて、かなり遅くなって申し訳なかったんですけれども、早速やっていこうと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずはじめにですね、以前も動画出してるんですけど、どういった治療をしたのかっていうのをまずご紹介するとともに、若干ね、なんとかもね、言いたいなと思ってますので、はい、そんな感じでやっていきたいと思います。まずはじめに私がやったのがシミ取りレーザーっていうもので、気になるシミにピンポイントにレーザーを当てて、やけどさせて、かさぶたに、シミがかさぶたになってポロって取れて、シミがなくなるよっていう治療でございました。ちなみに私はね、全部で3箇所やったんですけれども、3箇所でだいたいお値段は4万円ぐらいだったかなと思います。多分ね、だったと思う、で、経過報告なんですけれども、実はですね、ポロッと取れた感じじゃなくって、薄い皮1枚ペロッて剥けたぐらいで、全然シミが落ちなかったんです。そう、本当に落ちなくって超悩みました。もうこれ電話しようかなとかも思ったけど、前ね、こう、そういう愚痴動画じゃないんだけど、そういったの出した時に、その視聴者さんが、シミ取りレーザーで取れなかった人でもどんどん薄くなってきた人いますよっていうことを教えていただいたので、根気強く待っておりました。ということで、早速ね、まずはじめに私のそのシミ取りレーザーする前のお肌をですね、見ていただきたいなと思います。はい、こんな感じなんですけども、結構シミあるよねっていう感じで、はい、シミちゃんございますね。まあ、今思えばそこまでね、こう悩まなくていいような濃さだったかなとは思うんですけれども、あの時の自分はマジでめちゃくちゃ悩んでいたので、シミ取りレーザーをしました。そしてですね、シミを取った後なんですけれども、こういった感じです。かなり痛々しい感じ。もう本当にその日ですね、やけどした状態で上から紫外線予防の保護シートを貼ってるっていう感じのシミちゃんでございます。そしてですね、そっからが地獄だったんですね、私は。はい、で、だいたい1週間ぐらいでポロって取れるよって言われたところ、私はですね、なんとこれ3週間後の写真なんですけど、やばくない？この恋しいシミ、本当にショックでした。めちゃくちゃショックでした。もうなんでこんなね、シミ取りレーザー行ったはずなのに、シミめちゃくちゃ濃くなっとるやんけみたいな、そういった感じでですね、本当に悲しかったです、この時は。で、そんな感じですね、もうこんな、ね、濃いシミだとファンデーションでもちろん隠れないし、コンシーラーでも隠れないんですね。もうすっごく悲しかったです。で、そして3月だから、これはちょうど 2ヶ月後かな、2ヶ月後の写真がちょっと見にくいんですけども、こんな感じでございます。1ヶ月後よりはだいぶ薄くなったけど、それでも元のシミよりは濃い感じになっております。これも悲しいね、本当に本当に悲しかった。もうお金かけてこれかよみたいな、そういった感じで思っていた時期でございました。そしてですね、3ヶ月後のお肌がこんな感じです。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、これもね、相変わらずあんまり変わらない、2ヶ月後からあんまり変わらない感じで、ちょっと濃いね。全然施術前よりは濃い感じになっております。そしてですね、時が過ぎ5月ですね、5月になるとなんとちょっと薄くなりました。4ヶ月後はですね、こんな感じでだいぶ薄くなったんですけれども、この時にやっとね、コンシーラーを手放したっていう感じでございます。もう本当に良かったよ。このまま濃くなったらどうしようって思いました。まあ、ただね、見てもらえば分かるんだけど、シミはあるんだよね。そう、そんな感じです。そして現在なんですけれども、こういった感じでございました。ドゥルーン、アップします。はい、こういった感じです。だいぶカモフラージュされていて、そう、なかなか、あ、ちょっと爪めちゃくちゃ汚いんですけど、申し訳ないんですけれども、汚いって言わないで。だいぶね、薄くなったなという感じ、カモフラージュされたなっていう感じがあります。今現在はですね、もう本当にカバー力が低いファンデーションとかでもカバーできるぐらいの薄さになったので、今のところすごくいい感じというか、もうこれ以上薄くなることはないのかなっていう感じが個人的にあります。ただね、このシミ取りレーザーをしたからかなのか、ちょっとそばかすが増えたんですよね。それがめちゃくちゃ残念なんですけれども、まあとりあえず一番気になったこのシミたちは
だいぶ薄くなったので、まあ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 今のところは良かったなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、だいぶね薄くなってきました。もう良かったよ本当に。めちゃくちゃ悩んだ半年間シミに関してはだったので、もう本当に悲しみが溢れていたんですけれども、やっと最近になって、うん、ファンデーションのカバー力とかも落ち着いてきたから、そうそう、お肌に負担なくねいい感じに過ごせているのかなと思います。そしてですね、一つ言っておきたいのが、シミ取りレーザーをしたんだ紫外線は絶対にNG なんです。シミ取りレーザーした後に紫外線当てるとシミできやすくなるっていうことだったので、私はめちゃくちゃ頑張りました。今までやっていなかった飲む日焼け止めをチャレンジしてみたりだとか、あとは日焼け止めを塗るっていうのはもちろんそうなんだけれども、毎日こまめに欠かさず塗っていたし、あとはお直しの時とかは粉状の日焼け止め、パウダー状の日焼け止めを塗っておりました。なので顔はね結構私的に最大限尽くしたんじゃないかなと思ってます。あと日焼け、あとは美白美容液とかもチャレンジもしておりました。だけどね、やっぱ子供がいると無理、マジで。夏を越すのはアウトドアしないっていうのはマジで無理だからそうそう、ちょっと見てもらえば分かるんだけど、腕はそこまで日焼け対策頑張ってなくて、ほらすごい差じゃないね。そう、このぐらい頑張ったよって、まあ、本来だったらこのぐらい黒くなっているのがこのぐらいねでとどまったよっていうところは私は自分を褒めたい。そうもうこれがね私ができる最大限の日焼け対策だったのかなと思っております。そんな感じかな。まあ、結果的に言うと私的にはねやってよかったとは思ってます、今になって。だけどその過程がもう本当にね悩んだ、もう辛かったから、まあね、お金も結構かかるし結構勇気がいることだと思うので、そうすぐ決断はできないと思うんですけど、本当にどうしても悩んでて、もうこの濃いシミ薄くしたいっていう方とかはぜひチャレンジしてみたらいいのかなと思います。そんな感じかな。はい、ということで今回は短くなりましたが、これで動画を終わりたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それではバイバイ。